方根京子は日本の女優である東京都出身。ジャパンミュージックエンターテインメント所属。中学2年生でギランバレー症候群を発症。1年ほど学校に通うことにも難利したが、その後克服する。都立高校1年生の時、友達に誘われて行ったゆうすけのライブ会場でスカウトされ芸能界入り。その後、通信制高校に転校。 2013年にフジテレビ系ドラマラストシンデレラで女優デビュー。このドラマで主演を務めた篠原涼子を憧れの人として挙げている。2014年福島東京で行われたオーディションで選ばれ映画物置のピアノで映画初出演にして初主演。同年 NHK 長の連続テレビ小説花子と案で朝ドラデビューする。 花子の親友であるハスコの娘役を演じた。2015年、本校か幸監督による青春映画幕が上がるに出演。同年にはキャストオーディションで1000人以上の参加者の中から選ばれ、TBS 系ドラマ表参道高校が勝負、のか川まこと役でドラマ初主演を務めた。2016年度の後期の NHK 連続テレビ小説別品さんでは、 ヒロインとして出演。2018年の月給ドラマ、怪月姫において、朝ドラ終了後初主演。2018年公開映画で、土屋太夫とダブル主演を務めた、ルイマイナスカサネと、地立キでの演技が評価され、第42回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。ありがとうございます。